はい、えー、今回はですね仮想通貨の「ネム」についてちょっと語ろうかなと思いますラムネかと <laughs> まあラムネかとまあいろいろ出てきますね「ネム」「ネム」「ネム」まあまあネム、まあ、っつうのはなんかあれですよあのなんか、えー、新しい経済の動きの略語らしいですニュー・ニュー・なんニューエンドムまあ新しい経済の動きの略みたいですけどネム これはなんか2015年に発表されたみたいなんですけどはいうんどうすかネームこれから上がると思いますか下がると思いますかネームどう思います上がると思います下がると思います儲かると思いますか儲からないと思いますかって考えてるんだったら自分の価値を上げた方がいいんじゃないですかね <laughs> っていつも僕は思うんですよねどう思いますかまあ別にいいんですけど <laughs> ネームが上がる下がる爆上げ ?2018 年上がるそ考えてる暇があるんだったら自分のスキルを何かつけた方が良くないですかと自分のスキル一生もんじゃないですか間違いないですよね何なん,なんですかね <laughs> うんどう思いますか、うん、自分のスキルを上げた方がいいと僕は思うんですけどね自分の価値を上げる自分のスキルこれが上がるあれが上がる いや自分の価値上げた方が間違いなくないですか信じれるのって誰ですか信じれる人って先生ですかなんどっかの偉い人ですか教授ですか信じれるのは他人じゃなくて自分しか信じれなくないですか自分っていう人間を信じれないのに他人の人他人のこと信じれるのかなみたいな。どう思います <laughs> 自分ぐらい信じてあげましょうよ。自分ぐらい信じてあげようよ。 生きてんだからうんいや僕ねまあこの仮想通貨ねそうなんかあのシリーズ撮ってるちょっとまあぼやいてるんですけどいろいろ出てくるんでネタもう尽きないですね <laughs> エイダコイン、えっと、えエイダコインだったっけなとかなんかあ,あまあ,あのビットコインはねありますからねそう眠ね眠っとけと。 ま正直ね僕ねあの仮想通貨ねまあ設けられると思いますよ今やっぱトレンドなんで波に乗るっていうのは重要ですからそう波に乗るっていうのは重要なんでいいんですけどなんかそのなんかちゃうかなと。 なんか自分の価値を高めていった方が本当に僕は、ね、間違いないと思うんで、まあ、それを高めきった後なんかそのじゃあ例えば資金にゆとりあるぞとか資金にゆとりあって投資先どうしようかなっていう時にじゃあちょっと将来性があるこれにちょっと中長期投資しようかなとかだったらいいと思うんですよ。 わかりますなんかもう,もうある程度自分で稼げるぞとだ余剰資金があるぞとで余剰資金があってその余剰資金であこの通貨はちょっと将来性ありそうだからちょっと長期中長期投資しようっていうまあ溶けてもいいやみたいなうんよしこ,あこういう通貨なんだじゃあこれはいいあのあいいなとでその中長期ですよねでぐらいじゃないとなんかその今なんか多くの人が なんか一攫千金これを何か求めてる人が非常に多くて、うんまあ、別にいいんですけどね宝くじもみんな買うわけですからね一攫千金目覚めてそう、うんうん、もうちょっとちょっと今後の自分のことについて考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよね お前が言うなとお前も何を言ってんだって言われそうですけどねお前人のこと言ったらお前のことも考えるよって言われそうですけどまあ僕はまあ自由に今やってますから、うん、自分の人生を自由に生きるだけですねひたすら。でなんで今回この暗号通貨シリーズというかこの話してるのかっていうとその僕のコンサル生がなんですよ僕のコンサル生がその暗号通貨やっててで、まあ、詐欺にもありました詐欺にも。 詐欺,にもました詐欺にもあったんだけど今仮想通貨で、えー、資産が8,000万ぐらいあります8,000万ですはいまあちょっと値下がりがあるんであれですけど一応その、まあ、本を出版しました今回ね本を出版でそのご紹介で作ってるわけなんですけど本を出版したんですよで本を出版する時は3,000万ぐらいだったんですけど上がってでまあマックス8,000万とか9,000万もう、まあ、奥まで行ったのかなまあそれぐらいまで行きました まあ本のタイトルは3,000万なんですけどで普通のサラリーマンです普通のサラリーマンはいでなんでそのサラリーマンの人が何でそのサラリーマンの人がその仮想通貨でその何千万単位ですよね8,000万とか、まあ、3,000万以上本の書いた時は3,000万なんですけどなんでその8,000万とかそういうのを作れたのかどういう戦いきでそこに行ったのかっていうところを解説本当にリアルなそのノンフィクションですよね ノンフィクションのリアルなことを書いてあるんでこれはね一回仮想通貨に興味ある人は絶対見といた方がいいと思います仮想通貨に興味あるぞという方は見といた方がいいですななんんんか絶対仮想通貨に興味あるる人人ってて多分いろんな人も見てると思うんで,すよでもし僕があの情報を取りに行くんだったら本当に自分と同じ立ち位置で自分と同じ立ち位置の人がどうやってうまくいったのかっていうところの思考プロセスを勉強した方がいいと思います 先生がこう,いこう先生、なんか偉い人がこうだとか、アナリティストがこうだとかいうのを聞いてもしょうがないと思うんですよ。それは,それは先生の話じゃないですか。じゃなくて、自分は先生じゃないわけじゃないですか。だから、その一般の人と同じ立ち位置で、えー、の人からを聞いた方がよくないですか間違いないですよね。うん でまあ、この YouTube の下にその、えー、僕のコンサルセが出したそのあの電子書籍ありますんでえ99円で買います。99円ですよ。99円。これは見といた方がいいですよ。で、Kindle の読み放題プランだと0円で見れますんで、うん、仮想通貨に興味ある人は絶対1回は目通しといた方がいいと思います。これは騙されんじゃねえかなとかもうすでにその人騙されてますからね。仮想通貨で詐欺にやってるんですよ。騙されてるんですよ。 だからじゃあ騙された人どう,ど,うどうなったのっていうのも知っといた方がいいし、うん、これから本当にねネムだからラムネかよくわかんないけどいろいろ出てくるんでまたねこれからこれが熱いとかねもうすでにネ、ま、ム、あ、は2015年から発行されてたみたいなんですけどまあまあまた注目が集まってきたのかな、うん、これからまたいろいろ出てきますからこれがいいあれがいいど,うどんどんこんにチャラカチャラって言って、うん、だその前に あのリアルな人の声本当のサラリーマン同じサラリーマンやってる人でどううまくいったのかっていうのはこれ絶対見といた方がいいんでこの YouTube の下にリンク貼っときますんで、まあ、ぜひちょっとチェックしてみてください、はい、では終わりますご視聴ありがとうございます